事故だったり失敗っていうのが比較的起こりやすいんですね。WCワークス TV。いつも WCワークス TV をご覧いただきありがとうございます。このチャンネルでは誰にでも簡単に車をきれいにできる方法やコツをお伝えしておりますので、チャンネル登録お願いします。ニューウェブ予選ウエストカーナー。はい、ということで今回も宮城の動画をお送りしていきたいと思います。今回はですね、車磨きはウレタンバフから始めるのがおすすめですということで、車磨きをですね始めたばかりの方、もしくはこれからね始めようとされている方からですね、どのバフを選べばいいかわからないっていう風な声だったり、初心者で初めてでも大丈夫なのかなっていう風な声だったり、あとは自分の大切な愛車で失敗とかをねしてしまわないかどうかっていう風なね不安の声っていうのをよくいただきます。でそういったね質問だったりお問い合わせをいただいた時に、僕がいつもお答えしていること、これはですね過去の動画だったり、あとはブログでもねお伝えしていることなんですが、まずはウレタンバフ、生地がねスポンジでできているバフですね、スポンジバフとも呼んだりしますが、このねウレタンバフから始めましょうということをいつもお伝えしてます。なので今回は車磨きはウレタンバフから始めるべき3つの理由っていうことでねお話をしていきたいなと思います。で合わせていくつか注意点もあるので、そちらの方もね説明していきたいなというふうに思います。よろしくお願いします。まずウレタンバフをおすすめする1つ目の理由が、使いやすいということです。ウレタンバフですね、ウールバフに比べると研磨力はねあまりありません。なんですがその分ですねものすごく使いやすいんですね。なので初心者の方だったり初めての方にもですね取り組みやすいバフであるっていうことがね言えるかなと思います。これはバフでもそうですし、バフ以外のポリッシャーやコンパウンド、パワーがあるものっていうのは基本的に使うのは難しくて、パワーが小さいものの方が比較的使いやすいということがね言えるかと思います。なのでパワーの小さいウレタンバフの方が使いやすいですし、初めて車磨きをするにあたっては非常にね取り組みやすいんじゃないかなと思います。さあ行くぞ。次に2つ目、これはですね失敗が少ないということですね。先ほどウレタンバフは使いやすいというお話をしましたが、こことも繋がってくるんですが、使いやすいっていうことは失敗だったり事故っていうのが起きにくいということが言えます。ウールバフですね、ショートロングどちらにも言えることなんですが、ウールバフを使っているとですね焼き付きを起こしたりだとか、あとは塗装に絡んだりとかねっていう風な事故だったり失敗っていうのが比較的起こりやすいんですね。ですがウレタンの場合はそういった事故だったり失敗っていうのが起こる確率が格段に下がります。なので特にですね大切な愛車で失敗をしたくないっていう風な方や、初心者の方で感覚がまだつかめてないっていう風な方は、そういった失敗だったり事故が起きにくいウレタンバフから始めていただくのがおすすめじゃないかなと思います。くらえ。最後3つ目、これはですね磨けるということです。おいおいちょっと待ってくれよと、さっきウレタンは研磨力が小さくて磨かれへんって言っとったやないかと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、確かにウールに比べると研磨力っていうのは低いんですが、今まで磨きをやったことがない方からするとかなりの変化を感じられるはずなんですよね。なので最初からいきなり失敗するリスクも高いウールを使って綺麗にしなくても、とりあえずですねウレタンバフを使ってウレタンでもこんだけ綺麗になるよというふうなところを知っていただいた上で、少しずつですねステップアップしていただければいいんじゃないかなと思います。さらにウレタンバフにもですね実はいろいろ種類があって、スポンジの硬さだったり、あとは目の粗さによって研磨力がねかなり前後します。で基本的にはスポンジが柔らかいほど目も細かくて研磨力が低い、その分仕上げ寄りのウレタンバフということが言えます。で反対にスポンジが硬いほどスポンジの目も粗くて研磨力も高いウレタンバフということが言えます。なので一口にウレタンバフといってもですね、ウレタンバフの中で
種類を変えていくことによって緩和力っていうのはねかなり出せますし、あとはですね組み合わせるコンパウンドによっても緩和力の調整っていうのはできますので、まあ、ウレタンバフだけでもですね十分にいろんな緩和レンジっていうのは出せるので、そういった意味でもウレタンバフから始めていって、でちょっとずつね研磨レンジも大きく広くしていって、それでも物足りなければウールバフをね使うっていう風な流れでね進めていっていただければいいんじゃないかなと思います。では次にですねウレタンバフ使う時の注意点お話ししたいと思います。まず一つ目はですねポリッシャーとの相性があるっていうことですね。先ほどウレタンバフ硬さだったり粗さいろいろありますよっていう風なお話をしましたが、基本的にスポンジが硬いウレタンバフはパワーも強めのポリッシャーと使う方が使いやすいかなというふうに思います。で反対にスポンジが柔らかいウレタンバフに関してはパワーも小さいポリッシャーと組み合わせて使う方が使いやすいかなというふうに思います。で特に柔らかすぎるバフにパワーのあるポリッシャーを組み合わせて使ってしまうと、バフのスポンジが柔らかいのでポリッシャーのパワーにこう負けてしまって潰されてしまうんですよね。なので結果磨きにくくなってしまったりコンパウンドがうまく切れなかったりっていうふうなことが起こりやすいので、基本的には強いポリッシャーとは硬いウレタンバフ、弱いポリッシャーとは柔らかいウレタンバフを使うっていうふうにね覚えておいていただければいいかなと思います。で次にコンパウンドの量ですね。コンパウンドの量を特にウレタンバフを使って磨くときはそこまでね、多くなくてもいいんじゃないかなと思います。これはもちろん、使うねコンパウンドによって使用量の目安っていうのは変わってくるんですが、いくらウレタンバフともいえどですねあまりコンパウンドこう多すぎるとバフにですね絡みやすくなったり、あとは塗装面にねこびりついたりっていうこともなくはないので、コンパウンドを多くつけすぎないということを注意していただければいいかなと思います。で最後綺麗なねバフで磨きましょうということです。ウレタンバフもですねウールバフと同様にやっぱりこう使っていると汚れます。でバフの表面にコンパウンドが絡まったりもしますし、そうなってくると本来のね力性能を発揮できませんので、綺麗なバフで磨くということをね意識していただければと思います。コンプレッサーなどがあってエアをね使える環境がある方は磨きながらねクリーニングすればいいと思うんですが、そうじゃない場合はあくまで目安なんですが1台あたりね 2,3 枚、バフがあればねいいんじゃないかなと思います。ということで今回は車磨きはウレタンバフから始めるのがおすすめですっていうことで、お話をさせていただきました。動画の中でもお話ししましたがウレタンバフものすごく使いやすいですし事故等も起きにくいので、磨きをね始めたばかりの方、これから始めると思っている方には本当におすすめできるバフかなと思います。でこれはポリッシャーの種類に関わらず言えます。シングルであろうがギアであろうがダブルであろうが、どのポリッシャーを使うにしてもウールよりはウレタンの方が使いやすいですし失敗も起きにくいので、どのバフで磨こうか迷っているっていう方はまずはウレタンバフから始めてみていただければいいんじゃないかなと思います。僕のチャンネルでは過去にもねウレタンバフ使って磨いた動画いくつも上げておりますので、よろしければそちらもチェックしてみていただければなと思います。よろしくお願いします。で最後すみません宣伝です。僕がね販売代理店をさせていただいているザワンからですね新しいバフが発売されました。それがねこのね2種類になります。まずこちらからいきましょうかね。これウレタンバフのイエローになるんですが、こちらはですね最初にお見せしたこのね今元からある黒のバフよりもスポンジがですね若干硬くて分厚くなってます。こちらは主に中間研磨だったり、あとはねボディカラーによっては仕上げまで、持っていけるようなバフになってます。この動画の途中でねパワーのあるポリッシャーに柔らかいウレタンバフ使うと潰れやすいですよっていう話ねしたと思うんですが、こっちのねバフを多分ルペスとかギアとかで使ってるとちょっと磨きにくいかなって思われてた方いらっしゃると思うんですよね。僕も実際そうだったんですけど、なんですが今回ね加わったこの新しいウレタンバフ、黒に比べるとだいぶね、硬さもあって目も気持ち荒いのでかなりね磨きやすくなってます。
で、サイズなんですが、これはね、料理とかに使っていただける125サイズのパッドに、バフは150ミリですね。で、黒のウレタンバフはこれと同じサイズしかなかったんですが、今回ですね、パッド径が80でバフサイズが100、パッド径が150でバフサイズが175の3サイズ揃えておりますので、まあご使用のねポリッシャーに合わせて選んでいただければなと思います。そして2つ目、こちらね、白いんですけどね、こちらは黒のウレタンバフよりもさらにですね、スポンジ柔らかくなってます。なのでよりね、最終仕上げ研磨向けで、もちろん研磨にも使えるんですが、研磨だけじゃなくてワックスだったりコーティングのね塗布にもね非常に適したバフになってます。で、こちらもね、3サイズ用意しておりますので、よろしければ概要欄の方から詳細チェックしていただければなと思います。で、まあ口で言ってもね全然伝わらないかなと思いますので、次の動画では実際にこの2つのバフを使って、この2つのバフだけでね、車を磨いていきたいなというふうに思います。ということで、今回も最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。ありがとうございます。もしこの動画が気に入っていただけましたら、高評価ボタン、そしてチャンネル登録、まだの方はぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。 YouTube 以外にもブログや Facebook、Twitter、Instagram と各 SNS もやっております。ご質問や問い合わせ等は SNS の方からでも受け付けしておりますので、ぜひフォローしてやってください。よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。 OK。今回はですね、磨きで失敗して自分の初心者の方がウレタンバフから始めた方がいい、初心者や初めての方でも取り組みやすいバフかなと、最初のね、さっきウレタンは磨かれへん、さっきウレタンは研磨力が小さい、磨けない。スポンジが柔らかいポリッシャーですね。違う。コンパウンドはね、あまりね、多くなくても大丈夫じゃない。コンパウンドはね、その、まあ、ポリッシャー、どのポリッシャー、ポリッシャー、次の動画も、ぜひぜひ。